はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。ウィズスタンドの続きをプレイしていきたいと思います。前回からですね、アップデートが入りました。まずはマップですね。マップがこんな感じで、どこに何があるのかがこう分かりやすくなりましたね。で、あとは、クエスト、前回立ち寄った、ビクターさんのお家ですね。で、隠したこのスナイパーライフルを探せっていうクエストがやはり前回のバグだったみたいで、この前回この辺でしたけどね、このビクターさんの家のこの辺にあるみたいなんで、後で探しに行こうかなと思います。で、あとは追加点とか変更点とかですね、修正点、まず落下ダメージ、落下ダメージが追加されましたって書いてますね。どうやら今まではどんな高いところから落ちてもダメージを受けなかったみたいですね。で、それがきちんと反映されるようになったと。で、あとはスタミナですね。スタミナも今までは無限に走れたんですけども、スタミナが切れると走れなくなる、なったと。で、あとはストレージボックスですね。前回僕が言っていた、預けたものはきちんと残るように、なってました。で、あとクラフト要素で、その酸性油ですね、酸性油に対する防具が作れるようになったって書いてますね。そんな感じですかね。あとはちょこちょこと、あるみたいですけども。で、今回ですね、まず早速そのスナイパーライフルを取りに行きたいんですけども、その前に、録画外で、メタルスクラップを結構集めてきたんで、現時点で作れるものをちょっと作ってみようかなと思います。まず作りたいのはノコギリですね。メタルが5個とハンマー、これでクラフトで、ノコギリができたんで、クッキングツールキット、クラフトで、この辺ですね。アシッドマスクとか。でも作るには、アシッドファブリックっていうのと、エアフィルター。このアシッドファブリックっていうのが必要なんですね。ここはなんかいろいろいるな。あとは、レンチ。メタルが5個。これでレンチをクラフト。ハンマー2作っておきますか。メタル3。足りるかな。これは足りそうかな。ハンマー2を作って、クラフト、で、これは何だろう、なんか畑を耕すやつかな。メタルが3、クラフトで、ショベルがメタルが3、よし、サバイバルファーミングがコンプリート。これで、とりあえず今作れるクラフティングツールは全部作った感じですかね。これ建てられるかな。
ウッドプランクがあると建てられる。じゃあ、この辺にある木を拾って、これで念願の自給自足生活がスタートするかもしれない。クラフト。よし、これで6個あるんで、グリーンハウスビルド。クエストコンプリート。これはなんだ？またメタルパーツ。これどっちかしか作れないな。あら、木がない？ストレージボックスに預けてなかったかな。メタルパーツあるな、まだ。あった。よし、取り出して。ビルド。またなんかいるの？今度は？プランティングポット。プランティングポットっていうのは？どうやって？どっかから取ってこないといけないのかな。作れないですよね。ちょっとクエスト確認で。ファーミング。プラントキャロット。緑色の、これはまた違いますよね。なんか鉢植えみたいなので、じゃないとダメなのかな。これは？あった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 。こんなとこにあるじゃないか。あれ、もう一個ない？ないか。これを、これで来た。で、これを使うんだ。で、キャロット作れってあったんで、これと種あったと思うんだけどな。キャロット、あった。キャロットシード。
キャロットだけでいいのかな？なんか、待てよ、クッキングステーションをチェックして、キャベツ、あ、全部いるんだ、結局。あ、ちょっとポテトを作ろう。あ、結局、そうですね。いろんな種類を育てないと。ダメですね。よし、とりあえず、じゃあ、人参。いや、ちょっとらしくなってきましたね、やっと。キャロット、プラント、あ、ショベル使うんだ。これで？これが一周すると完成かな。グリーンハウスは全部で1、2、3、4、5。5あるんで、1、2、3、4、あ、各種類にしたいですね、できれば。このグリーンハウスは、これを育ててるみたいな。あんまりバラバラにしたくないな。ということは、ウッドプランクとメタルパーツを取ってこないといけない。あ、これまだ持ってるか。よし、じゃあこっち側も、人参。とりあえずこんな感じかな。よし、じゃあスナイパーライフル探しですね。ファザーズパッション。ちょっと水を入れていこう。あれ？これ減らないな。1個あれば永久に使えるのかな？もしかして。キャベツの種一応持っていこう。お肉、お肉、
こんなのなかったぞ。こんなのなかったような気がするけどな、アップデート前は。普通に隠すっていうよりむしろ見つけてくれみたいな感じで置いてあるけど。あ、これじゃないの？これじゃない。何？騙された。この下とかにあるんじゃないですか？いや、ないですよね。あれ？ないな。いや、なんか嫌な予感がする。この写生ニューゲームで始めてくださいとかそういうことなのかな。場所的にはここなんだけど、ないな。これに入ってってるんじゃないのかな、本当は。ないですね。もう一回これ読まないとダメとか？参ったなうん、仕方ないですね。見つからないものは仕方がないんで。ないですよね。じゃあ他のクエストやりましょう。アシッドレイン。ハワードの日記、コンピューターのログに記載されている村を確認する必要がある、危険な酸性を乗り越えるために輸送が必要になる、タスクは、チャーチかな、
教会を探索。あとは、情報を探すですね。場所は、ここだ。じゃあ行ってみましょう。いやー、ちょっとショックだな、スナイパーライフル。ああ、ここか。じゃあまだ教会、普通にゾンビがいるな。雨降ってる。これに当たると、死んだ？車があればもう。よし。よし。大体やったかな。いや、結構いるな。あ、くそ、やるな。よしよしよし。よし。こんなもんかな。あ、まだいる。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと。アシットレインダメージ。あ、これやっ。なんか今 BGM 流れてる気がする。なんだ？あー！頑張れ！お前ならやれる。これどうしたらいいんだろう。 嘘だー、嘘だと言ってくれ。自力で
あ、ごめんなさい、違う。あ、ありがとう。ゾンビが殴って、あれ？でも結局動けない。あ、動ける動ける。いや、ゾンビもう一回殴ってくれないか。よしよしよし、オッケー、ゾンビに助けられた。はあ、とりあえずここに止めよう。いや、復活してないかな、これ、ゾンビ。まず、あ、これかな？ダイアリー。5月の22日。この日、私はほとんど、この日のことを私は忘れません。村では危険な酸性雨が始まったため、住民全員が家から最も必要なものを取って、教会に隠れた。今私はここに座って、何を期待していいのかがわからない。雨が止まない場合どうすれば救われるのか、なぜこれが起こったのか、秘密の物資、これかな、シークレットサブスタンなんとか、秘密の物資が生産されている工場と何か関係があるのかみたいなの書いてますね。私たちは長い間教会にいることはできない。私の近くには多くの負傷者がいる。なので薬を、緊急で薬が必要だと。私の隣人ジェリーは最も決意があり大胆不敵な人物。彼が成功することを願っている。神はジェリーを救うだろう。ジェリーっていう人が薬を取りに一人で向かったみたいですね。ニュークエスト、ホスピタル、場所は？ここだ。まず、あ、これも終わりだ。じゃあ次はホスピタルだ。ピストルはいらない。とりあえずせっかく来た、あ、これは弾か。ちょっと探索してからですかね。メタルパイプあるんで、大概教会のこの裏にはアイテムがない。ちょっと一軒ずつチェックしていきますか。いやー、でもこの雨きついな。結構ダメージくらい。回復。ガンパウダー。お、メタルスクラップ。車で移動した方がいいかな。痛
痛い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 。これは必要ですよ。初めて取ったかもしれないですね。スナイパーライフル、ロングレンジ、そうですね、スナイパーバレット。でも肝心のスナイパーライフルが見つからなかったんだけど、ほんと嫌な予感するな。ニューゲームからやらないと出てこないとか、そんな感じがするな。あ、結構ダメージ出る。さっと見たら帰った方がいいかな。ここはその酸性雨の防具がないとちょっと探索しづらいですね。このエリアに入ると雨が降るようにできてんだ、これ。いやー、この石が怖い、岩が。
あ、はい。痛い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 。これは？これは開けられないんだ。うわ、ロックかかってる。向こうもロックかな。あ、いた。お、これはいる。これはいりますよ。これさっき助けてくれたゾンビじゃないかな。これは引かないでおこう。一旦帰りますか。人参できてるかな。お、できてる。人参が完成したぞ。よし、あとは、そうですね、メタルパーツ。建物もメタルパーツだっけ。ですね、メタルパーツ集めですかね。で、ホスピタル。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。